して、今日万能先生が来てありますのでですね、今週ね、年会の時に人生二度なしという講演を聞かせていただきましたけど、まあ私たちは健康に恵まれて、まあ、現在生かされておりますので、まあ生かされた命をですね、全うして、まあ、このいつまで寿命というのもあると思いますが、これは本人は分からんと思います。いつどうなるか分かりません。まあ、昨日も福岡のですね、安倍さん、整形外科で、亡くなられましたね。どうも、まあ、そういうことも報告事項や協議事項がありますし、まあ、今年はですね、役員改正もありますので、どうぞよろしくご審議、ご協力などをお願い申し上げまして、会長の挨拶をさせていただきます。今日はごゆっくり楽しんでください。ありがとうございました。12月19日にですね、三六会の会員の名簿を発送しました。名簿を5年おきに発行しておりますからですね、24年、次は29年、その頑張って いきましょう。それから同じくですね、その時にですね、古希記念旅行の案内状を同封しております。それから2月末にですね、名店三六会会報26号を発送しました。それから4月13日から15日ですね、古希記念旅行を中国四国方面へ、実施しました。宿泊日が道後温泉、2日目が鳴る年ですね。ということで参加者は全部で29名でした。これはホームページに詳しいのを三角に上げてもらってますから、どうぞご覧になってください。Thank you.
感謝いたします。ご唱和ください。はい、いいですね。せーの、せーの。